はい、レオンチャンネルです。テレビくん5月号が発売されましたので、本日も付録と本紙確認しましょう。そして表紙のかなり目立つところに、バッファの新フォームかと思いきや王者フォームだ。これはテレビくんのハイパーバトル DVD のやつだね。王者バックルもある。また DVD 単体とおもちゃ付き版が選べるやつかな。それ以外にも謎のヒーローがいますね。まず今月号も付録多めで、ペーパークラフトのキングズウェポン。今回はかなりお手軽に作れるものになってて、デラックスと比較しても変わらないぐらいの大ボリュームで、さらにビッグサイズな風船剣王者カリバーが付いてるんだけど、これはストローを刺して空気を入れればいいんだって。あ、すぐ終わった。え、まさかの二吹きぐらいで終わったんだけど、こんなに作りやすい。で、ストロー抜いても空気が漏れないんだ。へえ。当たっても痛くないし、裏側シルバーで表側には王者カリバーのイラストがプリントされてて、55センチだと普通の王者カリバーとサイズほとんど変わんないっすね。なのでこうやって武装できますよっていうセットになってるわけだ。あとやっぱり今月号はハイパーバトル DVD の応募はがきついてた。もうおなじみのやつですね。 DVD 単体3000円、おもちゃ付きが3999円で、テレビくんだけど V バックル、レイズバックル、仮面ライダー王者バージョンで、これもう先行 PV とかが解禁されてますね。それ以外にもガンバレジェンズ特別ページってのがあって、すごい、こういうやり方これまでのテレビくんでもあんまりなくない？このカードを手にした瞬間、伝説の物語が始まるで、テレビくんの読者だけに送るスペシャルなカードで、あ、PR カード、あーすごい、 PR カードだ。今回はガンバレジェンズ割とさ、レアリティがそんな高くなくても運用できたりするんですよね。でこれが貼ってあったところとか、本書の中にガンバレジェンズの伝説の書とか伝説ポスターが入ってると。では本紙見ていきますが、ページをめくるとすぐガンバレジェンズ特集があり、おすすめチームなんかも載っております。あとはこういう遊び方とか、 LR だとこういう演出がありますよの後にすぐハイパーバトル DVD 特集が始まる。でそっから、あーなるほど、キングオージャの謎の戦士の、なんだこの王者カリバー、この王者カリバー本編でチラッと映ったやつか。新たな王者カリバーの情報が載ってて、各国の王様たちの解説、あ、オープニングのぬいぐるみのことももう解説されてる。リタのさ、リタカニスカの、あとはシュゴッドソウルの解説なんかも今月からしっかりありますね。レジェンドキング王者周りのデラックス玩具のこととか、テレビくん6、7月号かについてくるシュゴッドソウル五徳あがた発行バージョンっていうのが特別な付録としてつくようです。シュゴッドソウルは今後相当本編で絡んでくるのかな。そしてまたハイパーバトル DVD 特集で、どやさ男だらけのデザイアグランプリ王者は俺だっていうタイトルで、 DVD が応募者全員有料サービスで発売するようです。あとは現時点で本編で登場したレイズバックル図鑑、あ、これ助かるな。小型バックルそろそろなんか追加欲しいとこっすよね。あとはデザイアグランプリやエース2000年の秘密なんかも解説されておりますし、ガンバレジェンズの遊び方、目指すさの遊び方、そして新しいウルトラマンもシルエットも公開されてますよね。その辺のこととか、まさかのグリッドマンユニバースページがある。僕も初日に見に行きましたけど、めっちゃ面白かった。そしてジョブレイバーのおもちゃ情報、あ、これ助かるな。てかジョブレイバーすごいことになるな。おもちゃ展開予想外の方向に行く。あとは新発売系のデラックス玩具情報なんかもずらーっと載っております。そして今月の教えてレオンチャンネルは105ページで、あ、てか先月号本当10周年特集ありがとうございました。で今月は特別企画で、レオンさんにテレビ君が作った漫画を読んでもらって感想を聞いてみたで、これこういう企画になる前にちょっと読んでみてもらっていいですかみたいな、あのめっちゃ面白いねみたいなのを勧められてて、読んでこれいいっすねっていう話の中から、教えてレオンチャンネルでどんな話だったかちょっと話しちゃおうみたいな、次の動画で詳しく紹介します。ではテレビくんの最新情報と教えてレオンチャンネルの動画は概要欄にリンクがありますので、そちらからご確認ください。以上テレビくん5月号の本質と付録の確認動画でした。